態宣言が発動されそうですが、皆さんゴールデンウィークのご予定は？なんだろうな。なんだろうな。特にありません。内田さんは？いろいろあったのが、やりたかったことがキャンセルかなっていう今日この頃です。小林さんは？はい、細々ながらライブを。細々ながらライブ。ライブ。みおちゃんのライブハウス強いよね。うん、強いです、ね。緊急事態だろうが何だろうがずっとやってたもんね。やってます。ちゃんと消毒してみんな派手にしてアクリル板も持って。あれ何時までやってるのそれ？一応おとどめ8時半です。9時閉店でやってます。埼玉県だもんねだって。埼玉県です。強くやってんの。そうなんです。あでもマンボウの発令地域に川越市は入ってないので。ああまあ川口と埼玉だもんね。そうなんですよ。だから川越市は見切っているので。変な話ですけど持ってますね。川越ってちょっと、川口とか埼玉市に比べるとちっちゃいからだろうね。ああ、それもある。店はいっぱいあるけど、割とそこまで大きくないからかもしれませんけど、まあ僕今はそこに映ってませんが、まあいいとして、とりあえず今、なんね、飛行機雲を歌ってちょっとこの場で練習して歌ってみましたが、感想はありますか？はい、小林さん。メロディーが難しかったです。皆さんは何か。難しいです。木内さんは何かありますか？低かった。やっぱり低かった。いつもそうコロナ中だとか歌ってるよく分かんない。まあそう低いのは低いかったですが、まあコーキングも、まあ、いい曲だなと思って、他のあるグループではちょっと練習曲に加えようかなと思ってるので、ちょっとお三方に歌っていただきました。このゴールデンウィーク緊急事態宣言中はもしかしたらどっかでライブ配信をできればいいかなとかちょっと相談していましたが、まあ、日程等を合わせてまたご案内したらできたらいいなと思いますけどね。緊急事態宣言、まあ、東京都は29日からっていうニュースが流れてましたけど、絶対2週間で始まるよって言って2週間じゃ終わらないと思うから、その中でできればいいやろうかな。自粛だってもうちらが集まる分にはいいじゃんというふうに、さとみさん何か一言最後にどうぞ。健康に気をつけて過ごしましょう。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。